眠れぬ夜は一緒に喋ろう。皆さんこんばんは、ひろみです。今日も一日お疲れ様でした。こちらのチャンネルは、眠れぬ夜は一緒に喋ろうというテーマでお送りをしています。主に視聴者さんからいただいたお悩みに乗らせていただいたり、時々私の雑談なんかをしております。こう聞き流したりとかね、人の声が好きとかね、作業用の BGM だったり、なんかこうあまりわちゃわちゃしてないこうラジオだったり、寝る前とか落ち着きたい時に聞けるような、そんなチャンネルを目指しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。またいただいたご相談に対して、私もいつも迷いながら、これでいいのかなとか思いながら、一生懸命その時自分ができることを考えてお話をさせていただいてるんですけど、私も間違えることもあれば傷つけることもありますし、知らないこともたくさんあるので、もしよろしければ、余裕があればですね、皆さんからも温かいご意見とかコメントとかいただけると本当に嬉しく思います。みんながいろんな意見を出し合って、余裕のある時に余裕のある誰かが余裕のない誰かをですね、支えられるような、そんなチャンネルになったらいいなとも思っているので、よろしければ余裕のある時に参加してください。よろしくお願いします。はい、では今日もご相談いただいているので読みたいと思います。ひろみさんこんばんは。たくさんのご相談にお答えしているお姿を拝見し、私もご相談させていただきたく投げさせていただきます。私には同棲している彼氏がいます。同棲歴は2年で、お互い20代後半、彼とは婚約状態です。今まで不満もストレスもない日々だったのですが、辛い出来事がありました。それは彼が見る動画です。彼は家でよく携帯でイヤホンもせず動画を視聴しています。ですので、どんな動画を見ているのか、今何に興味があるのかがすぐわかります。今まで見ていた動画の内容は苦ではなかったのですが、最近興味がある動画は、私が苦手な言葉選び、趣味、思考の方の動画なので、家で聞きたくもない動画をずっと聞かされている状態です。距離をとって聞こえないようにしたり、別のことをして集中したりして聞かないようにするのですが、自分が神経質だからか、嫌なほど耳に入ってしまいます。一度イヤホンをして別の動画を視聴し、完全に遮断したのですが、私が何かに怒って話もしたくないのかと勘違いされて気を使わせてしまいました。彼は熱しやすく冷めやすいタイプなので、一時的に我慢すれば違うジャンルの動画が好きになると思っているのですが、最近その苦手な動画がきっかけで、苦手な方と同じ価値だけで物の魅力を感じ、そのもの自体今まで見向きもしなかったのに、価値が高いからという理由で好きだ、手に入れたいというようになったのです。その考え方は、価値が高いものを持った自分が好きなだけだと思ってしまいます。それならもっとちゃんとそのもの自体を金額ではなく好きな人の手に渡ってほしいと思うのです。ただしこれは私個人の意見です。私が嫌だからやめてくれと言うと自分勝手だと思い言えません。動画を見るな、そんな動機で物を買うな、なんて束縛ではないかと考えてしまい、伝え方がわかりません。一番怖いのは、今後子供ができた時、同じようなことが子供で起きたら、私は正直どうすればいいのかわかりません。ひろみさんならご自身のお子様、旦那様が自分の苦手なものの趣味思考を持ち始めた場合、どうされますか？もし苦手だ、嫌いだと伝えるなら、どう伝えますか？長文、お見苦しい文章申し訳ございません。私ももともとナレーターを目指していたので、大好きなひろみさんの意見を聞きたく投げさせていただきました。今後とも応援しておりますといただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、恋愛系のそういったパートナーシップのご相談をいただくことも結構あるんですけど、この方もそうなのかなと思うんですが、自分のこう気持ちを伝えられないケースが、いただいた相談の中だと非常に多いなと感じていて、で、ただパートナーシップって続けば続くほど、あるいは始めた瞬間から違うことばっかりじゃないですか。
違う人間だから。でこの方も言ってるみたいに、子供ができたりしたらまた環境も変わって、その人の本質が見えてきて、大嫌いになることもねあると思うんですよ。でじゃあ何が一番大事なのかっていうと、やっぱりその自分の気持ちを上手に伝えること、相手の気持ちを理解すること、じゃあその上でお互いどうしたらいいかって話し合いができることの3つだと思うんですよ。で3つもう1つあるかな。もう1つは相手が自分の気持ちを理解しようとしてくれることだと思うんですね。だからそれはね、自分が言わないとわからないんですよ。例えば自分が話があるんだけどって言ってめんどくさいって言われたらもう無理じゃないですか。話があるんだけどって言って何って言って話をしたら、例えば今回のケースだと、私はこういう言葉遣いがすごく嫌な気持ちになるからヘッドホンしてみてほしいとかね、そういうことを言った時にうるせえなお前とか言われたらもう無理じゃないですか。でそういう時に何って聞いてくれて、あ、ごめん嫌な気持ちにさせてたんだねって、じゃあ僕がイヤホンするよとか言ってくれたら素晴らしいですよね。あなたの気持ちも理解しようとしてくれてるし、代替案を出してくれるっていう人は今後すごく関係が良くなるサインだと思います。だからそれを試す意味で自分の気持ちっていうのは出さないとダメなんですよね。じゃないと何だろう、なんか我慢に我慢重ねて爆発するか、まあ、別れるかっていう形に絶対なるので、その彼との相性は自分のモヤモヤを伝えた時に分かると思うんですよ。だって楽しい時って誰といても楽しいじゃないですか。お互いの調子がよくってちょっと気があって外見的にもお互いなんか好きなタイプでだったら楽しいことしかないじゃないですか。でも一番大事なのって困った時とか大変な時にお互いがどう向き合えるかなので、ビートたけしさんの言葉らしいんですけど、まあその伴侶となるような人は一回もう険しい登山とか行ってその人の本性を見た方がいいっていう言葉があるらしいんだけど、それはものすごく同意します。私も大変な時の姿とかを見ないとこの人と一緒にいられるかどうかの判断はできないと思う。だからそういういいジャッジの機会をもらったと思って伝えた方がいいと思います。で伝える上で私が意識しているのは、相手の価値観を否定したりとか相手自体を変えようってことは絶対にしないということです。だけど相手にやめてほしいことがあれば、自分がどう感じるかって自分の感情を具体的に説明します。でも私も説明が感情的になるとうまくなくって、結婚生活の中でもう本当にめちゃくちゃになって離婚するみたいになった時もあったので、プロの手をね私たち分かりました。プロのカウンセリングの人たちの、というのも私と夫はものすごくお互いのダメなところを付き合う前から知っていて、そういう意味ではギャップはなかったんですけど、お互いのタイプがあまりにも違ってゲームで言うとなんか属性が違うみたいな感じですかね。水の生き物と火の生き物みたいな感じで属性が違うので使う言葉とかが違うんですよね。でそうするとどんなにこう表現しようと思ってても返ってくる言葉を聞くだけだと理解してもらってるのかわからないし、なんかすれ違ってる感じがしてしまってぐちゃぐちゃになっちゃったんですね。だけど根本的にこの人は私の話を一生懸命聞いてくれるし、理解しようとしてくれるし、私も人間としてはすごい好きだし、なんかこう多分お互い勘違いしてる、噛み合ってない何かがあるんだろうなっていうことでプロの手を借りたらスルスルスルっとねうまくいったことがあったんだけど、まあ、そういうケースもあるんですよ。ただその大前提としてやっぱり話し合いっていう場を設けられるかで、第三者の手を借りてでもお互いの関係を良くしたいと思える、お互いがそう思ってるかどうかというのは大事なんですよね。ただその上では人間っていうのは人の手では変えられないし、自分の例えば価値観とか自分自身を否定されるとその人は聞く耳を持たなくなるし、その人自体を否定するって、まあ言ってみればわがままじゃなくて悪口じゃないですか。だからそういう悪口になるようなことは言わない。あと
こういった類のことに2人の話に関して第三者を持ち込まないっていうのもありますね。もともと私夫婦の話とかなんか友達とかにしないですけど、まあ、こう結果落ち着いてから話したり、こういうことがあってこうなって今は大丈夫になったんだけど、この時大変だったんだみたいな話はするけど、なんだろう、例えばですよ、喧嘩してる時にパートナーにこういう話をしたら、まるちゃんもあなたのことが悪いって言ってたよとか言ったら、もう聞いた人にとってはただの悪口で攻撃を受けてるように感じてしまいますよね。自分が悪い、しかも第三者にも広まってて、第三者の意見も持ち込まれると、あなたの感情なのか第三者の感情なのかも分からなければ、双方から攻撃されてる気分になっちゃって話し合いにならないので、相手のことを否定しない、相手の価値観を否定しない、相手を変えようとしないっていうのは、あと第三者を持ち込まない話題の中にっていうのはすごく大事だと思います。まあ、その第三者を持ち込まないの中に、例えば浮気とかね、そういうのがあれば出てくることはあるとは思うんだけど、誰かが何とかって言ってたっていうよくわからないようなこと、確かめようもないようなことは持ち込まないっていうようなことが4つかな、大事だと思います。で、できるだけもう一つ言うならば、その自分の感情って感情的になるとうまく伝えられないこともあるので、一回書き出してみたりとか、声に出してみたりとかして、自分が何に嫌だと思ってるのかなとかね、一旦整理をするっていうこともすごい大事だと思います。例えばパートナーのパワハラとかモラハラとか、そういう系のことで傷ついたのであれば、具体的に何月何日にこの人にこういうふうに言われて悲しかったとかね、そういうことも含めてメモして、客観的になんか情報として持っていくっていうのはすごい大事かなと思います。で、じゃあ自分はできてたのかって言ったら、私はもう本当に泣いたり怒ったりして感情が爆発しちゃったりっていうケースがあったので、まあ反面教師的にね、捉えていただければと思うんだけど、まあ、そんな風に思いますね。だからもし言うのであれば、本当に自分が苦しんでることをねちゃんと言った方がいいんですよ。だってそれは事実じゃないですか。で、本人は変えられないし否定もするべきじゃないんだけど、自分の気持ちは事実だし、自分の気持ちは大事にしなきゃいけないんですよ。で、自分の気持ちは表に出さないと絶対に伝わらないんですよ。なので相手に気を使わせるかどうかなんて言ってみなきゃわからないし、言ってみて気を使わせたとしても、一緒に生活する以上相手が苦しむようなことはね、お互いやっちゃダメなんですよ。本当にお互いに傷つけるようなこともやっちゃダメだし、相手を苦しめるようなこともやっちゃダメなんですよ。じゃあ自分がなんでかっていうと、一緒に暮らしてるからね。そう、じゃあ自分が相手を傷つけてるかどうかって教えてもらわないとわからないことも結構あるんですよね。よくある話で、例えばお前っていう言葉をね、普通に使うような旦那さんがいて、お前あれ取ってとか、お前これしてって奥さんはすっごいお前って言われるのが嫌だったと。だけど旦那さんはそれが親しみを込めて言ってる言葉だから何も思ってなかった。でもある日奥さんが爆発しちゃった、旦那さんびっくりしたみたいな、そんな話もね、似たような話って結構あるかなと思うんですけど、そんな風に言わないとね、伝わらないし気づかないんですよ。なのであなたがこの動画を見て、そういう声が聞こえて、こういう風にすごく汚い言葉で私は気分が悪くなると、傷つくしテンションも下がっちゃう、この前イヤホンしたのはそういう理由だったんだっていうのを言って、でまず相手の反応を見てみる。であってなんかちょっと気づいたり、うんみたいな顔したりって、そのリアクションをもとに、まだちょっとわからなそうだったら、あなたのことはすごく好きなんだけど、でもお互い趣味が全然違って、私すごく繊細で神経質だから、一言一言がすっごく耳に残っちゃうんだよねって、で理解できないかもしれないけど、私はそれで夜も眠れなかったりとか、すごくしんどいんだと。で、私も一緒に暮らしてみてこういうのが聞こえてきて初めて知ったことだから、ちょっとしばらく悩んだんだけど、これからも一緒に暮らすって考えた時に、このままだと良くないなと思って話し合いたいと思ったみたいな感じで、建設的に言うといいと思います。で、そういう、まあ、どういう内容の動画かちょっと全くわからないんですけど、なんだろう、
まあ、その動画に影響されて彼らしくなくなっているっていうことであれば、そこも別に言っていいと思うんですよ。彼を否定してるっていうことではなくって、なんかあなたがちょっと変わってしまってる感じがして、ちょっと怖いととか寂しいとかね、そういう感じで、それもあなたの感情じゃないですか。例えばここにね、私個人の意見ですって書いてあるけど、確かに価値観ってそれぞれあっていいと思うんですよ。例えば昔あったのは、結婚して、これはコメントでいただいたのかな、結婚してすごいアニメが大好きで、そこに言う、オタクと呼ばれるような感じで、例えばそれを旦那さんが否定をしたら、その人って生きがいがなくなりますよね。だけどその方は、旦那さんがその会場まで送ってくれるくらい奥さんのハマってることを応援してくれる人で、夫婦円満ですみたいなコメントをね、昔いただいたことがあるんですけど、そういうなんか相手の好きなこととか頑張ってることとか、そういったことは否定するべきではないと思うし、理解してあげる方がいいと思うんです。その犯罪とかに手を染めてなければね。なんだけど、それに対して、なんだろうな、例えばさっきの話のケースだと、旦那さんもアニメ好きになってよとかね、例えば奥さんが強要したりとか、アニメのグッズを買いすぎて家計がもう赤字になってるとかだったら話は別ですよね。もうそれはすごい経済的にもしんどくなれば、好きでもないことを強要されるってすごい苦しいじゃないですかっていう感情も、テンションが下がっちゃうっていうことは、私は伝えるべきだと思うんですよ。なので、例えばなんだろうな、あなたがもしですよ、なんか価値だけで物の魅力を感じるのはおかしいとか言ったら、そのパートナーの人の価値観そのものをね、行為そのものを否定していることになりますけど、今までのあなたと今のあなたをなんかちょっと見てて、物の変え方とかが荒くなったり、なんか使う言葉とかが変わってきちゃったり、少し急な変化で大丈夫って思うとかね、その自分の感情を主体で話せば、否定することにはならないと思うんですよね。例えば、なんだろうな、私の夫はボードゲームがすごい好きで、もう家中部屋中ボードゲームだらけなんですけど、なんだろう、夫の部屋は夫のものだから、もう本当に好きなように使ってほしいし、それがストレス発散にもなること知ってるので、定期的にボードゲーム会とか開いて遊んでほしいし、もうとにかく元気で笑っててほしいなって思うんだけど、私はボードゲームはめちゃくちゃ好きとかではないんですよ。なので結婚してすぐの時は一緒にボードゲームとかやってたんだけど、私はすごい負けず嫌いでもあるし、ボードゲームって複雑なもの、本当に複雑で、ルール説明に1時間とかかかるんですよ。なんかもうそれをやるのがしんどくなっちゃって、夫に言いました。あなたが好いているのは本当にいいことだと思うし、これからもそう言ってやってほしいんだけど、一緒にやるのはしんどいですって言って、そこから一回もやってないですね。でもそれは自分の感情じゃないですか。どっちかが我慢して成り立つことってないんですよ。どっちかが我慢して継続する関係もないんですよ。なので、自分の感情はこうなんだっていうような話し方で伝えればいいんじゃないかなって思う。もし本当に大切にしたい相手だったら、相手がそんなに苦しんでるんだって知ったら何か変えると思いますけどね。じゃあこうしようかとかね、あるいは何も思いつかないようであればどうしたらいいかなって聞かれるかもしれないけど、じゃあちょっと二人で考えてみようかって言えるかどうかが、私はすごい、パートナーシップでは一番大事なような気がします。かっこいいとかかわいいとか、外見がタイプかどうかっていうのはすごい大事だけど、なんか口がうまいとか、なんかそういうことではなくって、大変な時に、苦しい時にどうやって話し合って改善していけるかだと思います。価値観が違うことなんてこれからどんどん出てくると思いますよ。だけど本当になんていうのかな、例えば戦いが好きとかね、平和主義とか、それくらいかけ離れちゃってると厳しいと思うけど、一緒にいて多分付き合った時点でどこか似てるところがあったと思うんですよね。そういう相手であれば、あれちょっと違うな、あれ苦しいなっ
で、その時に話し合う。で、そこでまず相性がわかるし、話し合って改善できたらもっともっと仲は深まるので、勇気を出して冷静に、先に申し上げた私が勉強した注意点などを参考にですね、勉強したとか、まあ身をもって学んだって感じですけど、伝えていただきたいなって思いますね。もう絶対我慢しちゃダメですよ、自分の感情は。相手がどうであれ、で、言い方はすごい大事ですけどね。うん、まあ本当に同棲期間ってそういうことが分かるいい期間だと思うので、もしそれで全然話し合いもしてくれなければ、理解しようとさえしてくれないっていう人であれば、私は別れた方がいいんじゃないかなって思います。多分同じことが繰り返されると思うので、うん、と思いますね。皆さんもいかがでしょうか。もしよろしければ皆さんからも何かご意見アドバイスいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。メッセージもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。